はい、皆さん、こんにちは。今回も FIFA20 ドルトムント監督キラーモードやっていきたいなと思います。今日はデュッセルドルフ戦と、フランクフルト戦と、ハンブルガー、この3試合やっていこうかなと思います。はい、デュッセルドルフ戦、こちらのスタメンになります。疲労とかもすごい溜まってる選手とかもいるので、サンチョ、ロイス、アルカセルあたりはベンチスタートで、クドゥスとか、リシャルリソン今日右サイドハーフで起用とか、トップがボワードだったりとか、ゲレイル広いセットバックっていう風に、かなりメンバーを変えて臨んでいきたいなと思います。さあ、デュッセルドルフ3補正がいる。誰だ？まあ、前回もちょっと手を焼いたイメージがあるので、油断せずね。メンバーも先発メンバーは結構変えてますけど、それでもしっかり勝利できるように。さあ、サイド揺さぶって、プラントから南野。さあ、リシャルリソン今日右中入っていく。いいタッチでシュート。いや、 PK 開始早々 PK ゲット。いや、リシャルリソン、それはナイス。さあ、ここはもちろんリシャルリソンが自分で蹴る。 PK もね、あんまり決めてる確率ないから、ここはしっかりこの辺。いや、マジかい、マジかい、最悪や。サバイブル拾ったよ。フォワード、クルス、裏取った、ブラント、よっしゃー。頼れる男はこの男、ユリアン・ブラント。今よかったなー。クドゥスもいいボール出したし、最後もスライディング引っかからずに。あそこでも引っかかったら PK もらえてたかもしれないけどね、ちゃんと引っかからずにね、仕留めて。まあ、ちょっとブラントが早かったね。またこのディフェンスの、いや、でも、よう耐えたな。いや、ブラントも後半ちょっと調子上がってきたね、後半戦。さあ、こぼれ。いや、まずい、それはまずい、それはまずい。今、ステフェンが防いだの、これ。うわ、防いだのか。神だな。南野、ゲレイロ、フォワード。オッケー。フォワード、クルス、左に持ち替えて2点目入った。クルスが決めた。やっぱ調子いいな、クルス。先発起用にしっかりと応えてくれた。右でね、ちょっと打つと精度的に怖かったんで、左に持ち替えたけど、よかった。ウルグアイ戦の堂安のゴールみたいなイメージ。ああ、ここで試合終了、2-0勝利。いや、いい試合だったな、でも。はい、デュッセルドルフ戦2-0勝利。こう出てる通り、クリーンシート達成ということで、メンバーもね、出ずっぱりなブラントとかを、南野は途中で変えられたりできて、非常にいい感じで試合を終えられたのかなとは思うので、あとフランクフルトとハンブルガーも、残り2試合もしっかり勝っていきたいなと思います。はい、ではフランクフルト戦、
こちらのスタメンでいきたいと思います。ブラントはちょっと疲労がありつつも先発起用で、あとはデュセルドルフ戦出てた選手は疲労も考慮してベンチスタートだったり、ベンチ外もいますけど。お、ベーハスさんが、お、鎌田もスタメンだ。初めてじゃない、このキャリアモードでこの2人を先発起用は。だってそんな時に限って南野のベンチスタートだけど、さあ、なんとか起用したいですね。さあ、奪ってカウンター、こう中入ってって、アルカッセル、ブラントオフサイか。お、大丈夫か。おしよしよしよし、キープして、ダフードのところ、よし、いいの、入っ、いい感じ、入ってきたけど、長谷部、サンチョ、ボルフ、アカンジ、トモリ、ダフード、シュルツ、ブラント、ダフード、アルカッセル、ターンして、入ってきて、シュート、よっしゃー、完璧、最高も。これ良かったな、このダイレクトつながり。なんか日本語おかしいな、やっぱ。俺、日本語おかしいな。ダイレクトの連携。このターンも良かったね。さあ、逆サイド。これはダイレクトでつなげないか。うぃ、ナイスキー。危ねえ。いや、いいターンから。さあ、イエス、アルカセル2点目。いや、今のも良かったな。サンチョ、いいターン。ああ、ここ映んなかったけど、いいターンからやってって、マイナスじゃないけど、折り返して、アルカセル。長谷部のね、後ろにずっとポジションしてて。サンチもしっかりそこにピンポイントで出して、今日アルカッセル2点目。スタフード、怖いな、ファールは。うわ、レビッチ、すぐさま、ちょっと1点返された。まだ勝ってるからいいけど。ギャ感じのいい対応。さあ、サンチョ、ダフード。アルカッセル、抜けた。このループは入らない。いやー、前半のうちにハットトリックはなんなかったか。さあ、ダフード、ダフード行く。お、さあ、折り返して、アルカッセル、ハットトリック、前半でハットトリック、やってのけてしまいました、アルカッセル。ダフードもこのちょっと意外というか、この推進力、ここまでドリブルいけるとはちょっと思ってなかったけど、でもそこからディフェンスをかわして引きつけて、最後アルカセルに出して、アルカセル前半のうちにハットトリック。そしてまた2点差に引き離した。よかった、でも前半のうちに3-1は。よかったな。さあ、また行くか。ここで前半終了。いや、3対1で折り返し。いいんじゃないでしょうか。
ディフェンスをかわしてロイスが抜けた。さあ決めれるか。いやー抜け出し苦手なんだよなんか。ダフード、サンチョ。ダフード、アルカスル、サンチョ。裏抜けたけどここも決まんない。危ない。まずい。やべえ、また開けてしまった。鎌田アシスト。ちょっとわからないな。まずい。危ねえ危ねえ危ねえ。鎌田めっちゃ似とるわ。まずい、まずい。いやー同点やばい。ここ誰もやっぱついていってないんだよな。さあ75分、ダフードを変えて南野投入。日本人対決実現です。よし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 。さあここはつないで、さあラーセン抜けた。ここは仕留めたいが、うわアルカッセル、南野、クルス、ボルフ、ボルフから南野。さあラーセン入ってった。もう一回、うわいや同点か。またいやーちょっと本当にニュースの通りですね。ハットトリックを決めるも引き分けっていう、ちょっと4点目が入らなかったので、なかなかそこがちょっとあれだったかなっていう感じですね。今節なんですけど、今この画面出てる1位から8位拮抗してるね、勝ち点の、チームの直接対決が3つありまして、シャルケとライプツィヒ、ホッフェンハイム、レバークーゼン、バイエルン、メングラっていう3カードがあったんですけど、ライプツィヒ、バイエルン、レバークーゼンがいずれも勝っていて、ちょっと上位陣がね、なんか勝ってる状態で、シャルケがね、勝ち点を落としたんですけど、結局ライプツィヒが勝ってるので、あんまり意味がないということで、またライプツィヒとの差が9になって、ほんと CL 圏内すら危ないっていうところで、あと、何試合だ？あと10試合。なんとかでも、CL 圏内ってところかなっていう、目指すところは、頑張っていきたいですね。では、ハンブルガー戦参りましょう。はい、ではハンブルガー戦、こちらのスタメンでやっていきたいと思います。今日は 3-5-2 という編成でやっていこうと思います。3トップなのに3バック来ちゃったけど大丈夫かな。まあ、4バックに変えれる
編成ではあるので、ずっと3トップに対してこの3バックがちょっと機能しなかったら、まあ、4バックに変更してっていうのはありかもですね。ちょっと盲点だったな。まあ、ただ相手最下位だったと思うので、そこはしっかり倒したい。さあ、ボール奪った。さあ、また奪って、ロイス。さあ、あー、そこか。そんな遠くまでは出したくなかったけど、ゲレイロ決めたー。はい、そうそう、今日インサイドハーフで起用のゲレイロ、1個フォーク飛ばしちゃったけど、まあまあ結果オーライってやつ。何回かここね、ゲレイロの一発で通せてもよかったけど、まあ、ロイスがカットしたところからね、まあ、その前もボワードが高い位置でカットしたりって、最初からプレスはまって、あ、オンゴールかこれ。ゲレイロのゴールにしてほしかったけど。さあ、サイドゲレイロからクロスターマン、なんか入ってって、ドリブル、いや、入ってった、折り返して、イエス、ボール、いやー、素晴らしい。クロスターマン、ナイスドリブル。いやー、ここはちょっとまずいな。クロス上げさせない。よし、ハーフンメルス。最高。最高だよ。サイドに預けて、クロスターマン上がり待って、クロスターマンに出して、さあ、この縦リシャルリソン、自分で狙っていく。よっしゃ、3点目。ちょっとさっきからずれてんだよな。もうちょい右なんで、ファン。もうちょい右なんですよね。でも今日は結構機能してるな、352が。そんなイメージ。アルカセルの代わりで取ったリシャルリソンだけど、結局アルカセルはね、移籍せずに、いいフォワードが3人も残ってるんでね、ワントップだけってちょっともったいない感があるってずっと思ってたので、そういう意味で今日も2トップ編成でしっかり2人が点取ってくれるのはすごい助かりますね、やっぱり。さあ、しっかり下から作るのは変わらず。サバイグルからリシャルリソン、ここボワードだ、ボワード抜けた。さあ、ループで決めた、4点目、素晴らしい。いい抜け出しから最後ループシュートで、このタッチ良かったね。まあ、いつもちょっと蹴りすぎちゃうけど、このドリブルの時に今日はしっかりいい間合いでキーパーに迫って駆け引きで勝って、ボール今日2点目。オッケー、跳ね返して、ここ拾って、さあ、変わって入ったばっかのロイスじゃなくてサンチョ。サンチョが行く。サンチョが決めたー、5点目。この時間のサンチョ、ちょっともう狂気だよね。これはさすがに誰も追いつけない。冷静に右に流し込んだ。ちょっと浮かせてね。相手の足の上を行くゴール。
いや、いいターンだな、それは。ただ、しっかり跳ね返して、やばい、これナイス。うわー。いや、無失点で行きたかったなー。こういうとこ。さあ、ここで試合終了。5対1。最後の失点はいらなかったけど、まあまあまあ、5点も取れたんで、よし。いやー、いい勝利だったかな、とは思います。ただ、後半ね、ちょっとなかなかボールを保持できる、できない展開が続いたので、そこが、まあ、もっと修正しないといけないところなんですけど、勝ててよかったです。次回はね、シャルケとのレビアダービーが控えてるので、順位もね、あ、ちょ、順位見ますか。はい、はい、25節消化でこんな感じですね。次やるシャルケとの勝ち点差は、5なので、まあ、ここで縮めて2にして、まあ、ライプツィヒとかも、ね、ちょっと負けてもらってね、ぜひ、しっかりもっと順位を上げれるようにやっていければなと思います。はい、そんな感じで、まあ、今日はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。